に面白いエンターテインする映画だとは強いほど思わず、だからコンフリクトのやっぱり作り方とその丁寧な織り込み方、映像の出し入れですよね、うん、多分ほぼ不要なショットとか不要なカットとか不要なシーンってほぼないと思う。企業系サスペンススリラーとかお好きな方には絶対見逃さない方がいい映画。シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は、トッド・ヘインズ監督のダークウォーターズ、巨大企業が恐れた男について語ってまいりたいと思います。最初にネタバレなしで感想を語って、その後ネタバレありでお話ししていきながら、キャスト陣やあればツッコミどころ、あと宣伝展開や興行とかについても言及していきたいと思います。いかがでしたでしょうか。あのこんなに面白い映画だったって。ちょっとなんかね、うん、あの最初そうでもなかった、ね、いや見たかったは見たかったんだけど、うん、テーマが重そうなんで、うん、ちょっとやっぱり敬遠する気持ちもなくはなかった。確かにね、うん、だけどやっぱりトッド・ヘインズのその物語、うん、ストーリーテリングが非常に見事で、うん、リズムがきちんと刻まれていて、はい、まあ、これ娯楽映画っていうとちょっとなんかこう語弊があるというか言いにくいんですけど、うんうんうん、娯楽映画としてもこんなに面白い。いや娯楽映画としても非常によくできてましたよ。いやだから、うん、いやでも娯楽映画って言いにくいじゃない、まあね、こういう映画ね、まあ、あの水俣とかね、先日取り上げたんですけど、うん、にも近い企業がね、うん、犯してしまった、まあ、うん、間違いというかそれによって被害をね受ける方がいらっしゃいますからね。エデンより彼方へ見た時にもやっぱうまい監督だなと思ったけど、うん、一種のだから、まあ、サスペンススリラーじゃないですか、うん、そうですね、あのその物語的にはね、うん、はい、題材としては非常に真摯な深いテーマなんだけど、うんうん、でもそういったサスペンススリラーミステリーとして非常によく作られてるのが、はい、うん、こんなに面白いエンターテインする映画だとは強いほど思わず、うん、もうハラハラドキドキして見ちゃいますよね。そうワクワクドキドキハラハラ、もう本当に面白い娯楽映画としてこんなに一級の面白い映画って珍しいんじゃないかな。そうですね。じゃあ何がどう面白いかはネタバレありで語っていきたいと思いますが、どの辺がやっぱりその花からやっぱ大企業を相手にしてるわけで、はい、デュポンね、まあ、通常であればこんだけの大企業で、デュポンっていうのは実はさ戦争のいろいろな企業として軍事技術を開発しながら、そうですね、まあ、巨大コングロマリートになってるんですね。原爆とかも携わってた、はいはい、あの企業で、はい、まあ、アメリカの本当にその大企業で、しかもそういう軍需産業とかをやってた会社だから、うん、まあ、例えばその隠蔽とか絶対するだろう会社じゃないですか、うんうん、だからその主人公がほぼ徒手空拳で立ち向かっていった時に大丈夫なのかって思うわけよ、うん、その大丈夫なのかって思うのがところどころやっぱりデュポンがいろんなことしてくるわけじゃない。その情報開示請求してしつこいからドーンと全部ね、してねすごい量の文章が来て、でも改めてやっぱりすごいと思うのは、うん、あの中にやっぱり真実がきちんと書かれてることですよね。そうですね。あれもし日本の企業だったらあんなに正直には出さないと思うんだよ、ね、だから情報開示請求に対して真摯にちゃんと対応してる、うん、デュポンっていうね、そう嫌味なことはしてるけれど、うん、でも非常にその真っ当に返してるっていうのがやっぱすごくて、で、まあ、この弁護士がへこたらないからその量の中からいわゆるそのクオンティティ量からクオリティ、うん、質をねあの見つけ出すんでしょ、執念深く、そうこれがまたすごいとは思うの、ね、だけど見つけ出すとちゃんとそこに真実が描かれていて、そのデュポンの会長にそれを突きつけていくとこなんていうのはスーッとするよね。そうカタルシスを感じますよね、うん、やったみたいなね、あんだけのだからすごいその大量の山の中から、うん、海馬の中から一本の針を見つけるようなもんじゃない。そうそうそう、それをだからきちんとやったあの弁護士がへこたれずに、それでその一本見つけてきた針をさデュポンの会長に突きつけていくと、そのデュポンの会長がどん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 ひるんでね、うん、もうやめようかみたいな話になるっていう、うん、あの辺はやっぱりすごいなと思うんだよね。で解決したかと思いきや、じゃあ全員に血液検査しますってそんな来るかっつったら6万何千人来ましたって、やった来たと思ったら今度は
あまりにもデータが膨大すぎちゃって、その解析にもう何年かかってんだみたいな。20年だもんね、ほんね。だあのコンフリクトのやっぱり作り方と、その丁寧な織り込み方、映像の出し入れ、うん、ですよね、うん、多分ほぼ不要なショットとか不要なカットとか不要なシーンってほぼないと思う、うん、だから問題があって、いやこれ無理、僕でやんない、あでもやっぱりやんなきゃっつってやるけど、山が高すぎんだけど、それを登ったと思って、コンフリクト、コンフリクト、そしたらこうまたドーンと落とされてっていうね、うん、でまた登っていくっていうね、あの繰り返しがすごいですよね。しかもそれを丁寧に丁寧に描くじゃない、うん、であとはやっぱり年数が飛んでいくのがまたいいよね、うん、ポン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 ってね。そうだ、あの辺がやっぱり非常にうまくて、見ててなんていうのかな、こうだるいくなるとこはないね。ないですよね、うん、だから最後までどうなるんだろうってずっと引っ張り続けますよね。しかも結局最後まで見ても終わらないじゃん。そう、あれまだ続いてるっていう ね、まあ、すごいよね。だって裁判、あのこれ負けたら全部払いますとか、いややっぱりやめますとかそんなのありなんだと思って。ありなんだよ、あれびっくりですよね。ありなんだよ。だからそれは相手も弁護士だから、その弁護士戦術みたいなものがあってね、うん、相手が出てく、こう出てくんだったらこういう風に返すみたいな、そういう やり取りがやっぱあるよね。当然しかも相手は大企業だからさ、政府もさ、やっぱり大企業の言うことを聞かざるを得ないわけじゃない。きっと相当金、献金が流れたりしてると思うんだよね。まあそうね、明らかに。しかもあの会長がさ、最初に演説するじゃない、会長や社長が、あの社長の演説がいかにもさ、その大企業が表向きに話すパフォーマンスしての演説じゃない。あそこがやっぱりうまいと思うんだよ ね。あそこからどんどんやっぱり彼が実はさ、いろんなことを隠してるってことが分かってくるわけじゃない、うん、いやー、やっぱ見事な映画だったなと思いますよね。で普通は正義感のある弁護士がね戦ってたら、次から次に応援が集まってきて大弁護団で戦うかと思いきや、途中まで結論出ないとティム・ロビンスからお前ちょっと言及だわみたいに言われちゃうところがなかなか辛いですよね。でもあのティム・ロビンスがさ、こうやってみんなを集めてさ、うん、でなんか新人の弁護士とかがなんかいろいろ黒人の弁護士がね、うん、でもだからダメなんだみたいなとこ言うじゃん。そうそうそう、あれもちょっとえっとちょっとびっくりしました、ね、なんかやっぱりその、うん、これアメリカの両方の面をいつも言うんだけど、うん、アメリカってやっぱりすごい国だよなって思うよね。まあだから大統領の陰謀でね、うん、描かれたウォーターゲート事件のようにやっぱり悪があっても片方でそれをちゃんと明示しなきゃっていう、そういう圧力がありますからね。そうで片方が悪をやると片方が善でみたいな、この善と悪の戦いをずっと繰り返してくるじゃない。そうそう、でも日本の場合悪悪悪だからね本当にちょっとね。あとね、俺思ったのは、うん、アン・ハザウェイが奥さんの役やってて、うん、奥さん弁護士じゃないですか、うんうんうん、結構支えてる風だったのに途中でなんか罵倒とかされちゃうとこはね、ちょっと辛くて、いやあなただけは支えてあげられないんでしょうかってこう思わず言っちゃったんですけど、いやそれは毎日毎日彼女だって耐えて生きてるわけだから、だ、ね、給料もね、うん、どん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 下げられてね。しかも彼はもともとはさ、もっとその企業を擁護する側の弁護士だから、まあ、相当お金持ちになるはずだったのにね、うん、それがやっぱりこれをやり始めてさ、のめり込んでってどんどん金がなくなっていけば、息子を育てなきゃもういけないわけだしね。やっぱ彼女は辛い中でも頑張ってきたわけだけど、そこにやっぱ彼が最後の一手で家計にまで口出しちゃったから、彼女のタガがガッと破れちゃったわけだよね。なんか実際にやっぱあったことをこれ映画化してるじゃないですか、はいはい、でそのアン・ハザウェイさんが演じられた奥さんも弁護士さんじゃないですか、うんうん、でこの奥さんは実は本当に優秀な弁護士さんらしくて、あでこの事件が明るみになってマーク・ラファロが演じる主人公が有名になった後も、うん、結構表に出てくるようになって奥さんが、うんうん、でその弁舌がすごいらしいんですよ、うん、なんかね、そうなんだよね、映画の中にも2人とも出てきてる、そう、うん、実際にね、うん、ご本人がね、うんうん、で俺実は一番びっくりしたのは、うん、テフロンの害で障害者が生まれるじゃないですか、うんうんうん、ちょっと目とかに障害が、うんうん、それが映画の中で出てきて、ね、それであれこれ特殊効果どうしたのかなとか思ってたらご本人だったっていうのはちょっとびっくりした。だってそれはエンドクレジットで出るじゃん、うん、そうそう、だからそこで、うん、あご本人だったんだと思って、バッキーさんね、そうバッキーさんがね幸せになってればいいなってすごい思いましたけど、うん、でもなんか笑顔で出てたから、うんうん、きっと幸せには暮らしてらっしゃるんだろうなと思うけどね。だといいけどね。あとテフロンってこんなに毒があるんだって知らなかったから
あのちょっとびっくりした。テフロン焦がしすぎたりしないようにとかね、うんうん、言ってっけど、いやいや使っちゃダメでしょっていうぐらいやばいよね、うんうん、こう見終わった後に思わず自分家のフライパンテフロンじゃないかなとか調べちゃって、いやテフロンでしょ、某 T 社のフライパンはテフロンを使ってませんっていうふうにホームページに書いてありました、うん、ああよかった、某 T 社は T ファールのこと、はい、そういや某 T 社です、某 T 社いや使ってないなら別に言ってもいいんじゃない、いやでも、うん、コーティングはしてるわけですよ。わかるよ。だからそのコーティングは大丈夫かどうかは、テフロンじゃない何かがあるわけだ、ね、使われてるとしたら、それはひょっとしたらダメかもしれないと思って、うん、南部鉄のフライパン持ってるんで今度からそれだけ使おうかなとかってちょっと思っちゃいました、ね、やっぱりでもさ、でね、このね会社があるじゃない、うん、デュポンがね自分たちですごい研究してるじゃない、うん、それもまたすごいと思うよね。分かってんだもん、だって分かってんだよね、うん、しかもさ人体実験してるじゃん従業員でね、これあれやろ、これひどいよね、ひどい話だよね、それで実際それによって障害者の子供がいっぱい生まれてきてるとか、そのがんになったりとかしてるわけですよ、ね、わけでしょ、うん、これ大問題だよね、大問題ですよね、うん、知らなかったですよ俺ここまでデュポンがひどいことして、そうでもてかテフロンがここまでひどいっていうのものだとも知らなかった、うん、いやーびっくりしましたね。だからそういう意味ではやっぱりこういうのがつまびらかになって、しかも映画にこうやってなってくっていうのがやっぱりすごいよね、うん、つい先日ね、うん、この映画見終わった後に、うん、スタジャン着てる人が前歩いてて、うん、デュポンってワッペンが貼ってあってうわっいいのそのスタジャンとかって思っちゃってすごいもう見る目が変わりますよね。変わるね、テフロンも変わるしデュポンにも変わるね、うん、いやだから一本の映画がいろいろなことを訴えかけてきてさ、しかもその娯楽映画としてこんだけ素晴らしい映画を作りながらね、いろんなメッセージを発してるっていうのはやっぱ映画ってのも面白いなってのは改めて思いましたね、本当に。まあキャストですけどね、主演のマーク・レファローなかなかやっぱり熱演で、まあ、元々彼は自然運動家でもあるので、なんかこれをね、うん、やりたいっていう企画もご本人が立ち上げたみたいですよね、うん、プロデューサーですからね。ティム・ロビンズほら結構たくさんやられてるけど、ティム・ロビンズは日本で、うん、あのお迎えもしたこともありますし、はい、彼はもともとすごいこう演劇人でね、うん、すごい急進派の演劇グループの主催者から、うん、まあ、出身なんですよね、うん、だから結構ご自身でもすごいな問題定義な映画をいっぱいお作りになっててね、うん、処女作のね、うん、ティム・ロバーツも、まあ、一種のかなりメッセージ性の強いフェイクドキュメンタリーで、うんうん、まあ、以降もそういう作品をいっぱい作ってて、まあ、デッドマン・ウォーキングなんかもねそういう映画 だったし、まあ、非常にやっぱり俳優としても監督としても舞台人としてもすごい俳優だし、今回あの今まで染めてたあの白髪をね、うん、そのまんまでね、そのまんまで出てきて、それが良かったよね、うん、非常にティム・ロビンズ良かった。ティム・ロビンズやっぱり演技うまいなと思いますよね。なんかこうちょっとずつ立場とかその変わるところがね、うん、非常にいい演技されてますね。まあ田舎の朴訥な弁護士演じたビル・プルマンとかね、うん、あの農夫演じたジム・キャンプとか、やっぱいちいちやっぱりね、演技陣の厚みが厚い映画やっぱ見てると本当に安心して見てられるしね、うん、そういう意味では今回も素晴らしい演技陣だったと思いますよね、うん、だからね演技も素晴らしかったし、ツッコミどころも全くなかったんですけど、うん、本当によとにかくあの流麗なストーリーテリングには参りましたですね。やっぱりトッド・ヘインズは本当に映画作るのうまいなと思って、うん、タイトルはいかがですか。まあ、これはいわゆるキノ方式ですよね、はい、キノフィルムさん現代プラスサブタイっていうのが最近多い、うん、でもこれはやっぱりなかなか難しい、放題は難しいですよね、うん、なんかダークウォーターじゃなくてウォーターズっていうところにもすごく意味があるみたいですね。当然ある、うん、ありますよね、うん、その一箇所じゃないってことだよね、加算名詞になってるところがね、うん、まあ、日本語タイトルするのはやっぱり汚れた水とかになっちゃうと、うん、まあ、なかなか難しいですよね。ちょっとまた違う意味性が出ちゃいますね、ていうか意味性が強くなっちゃうから ねだからダークウォーターズぐらい記号として出して行った方がいいのかな。よくやりがちなのはダークウォーターズ汚れた水みたいなね、はいはいはい、同じ意味じゃんみたいな一緒じゃんみたいな、ただなんかそういうのもいや強調だいっていうのもありかなっていうのはあった、うん、ダークウォーターズ汚れた水みたいな、うん、そういうタイトルもありだったのかなっていう気持ちもしますけどね、まあ、決して悪いとは全く思わなかったし、うん、ただダークウォーターズだけだとどんな映画かは全くそれだけだとなかなかわからないですね、うん、例えば巨大企業の闇とかやるとやりすぎなんだろうな、うん、
やっぱり巨大企業を恐れた男ぐらいの方がいいのかな、うん、ちょっとどんな話かなって惹かれるとこありますね、うんうん、だからそのまあだからすごいいいタイトルじゃないのかもしれないけど、うん、他に考えようがないよね、うん、ちょっとね、うん、今回はだからこのサブ隊は、まあ、巨大企業に挑んだ男とかね、はいはい、でもそれって結局同じじゃんって話だよね。そうそうそう、うん、まあ、とにかく素晴らしい映画だったと思います、はい、だから感想をすごく長く語り合うような映画ではないんですけど、うんうん、まあ事実を元にしたね、うん、こうなかなかだけどなんかこれちょっと敬遠する人いると思うんだよね。あ、僕もだからちょっと見たいけど重いんじゃないかなと思った、うん、だから確かにその扱ってるモチーフは非常に熱くて重いものだけど、うん、でも映画自体はすんごい面白い映画だってことにびっくりするから。そうだね、ハラハラドキドキ最後までね。その企業系サスペンススリラーとかお好きな方には絶対見逃さない方がいい映画、うん、まあ、この最後に行ってどうすんだってのもあるけどさちょっとそのドヨンとするような重さよりも軽やかなぐらいハラハラドキドキさせてくれる流麗な面白さがある。サスペンスとしても非常によくできてましたね、うん、はい、うん、ということで本日はダークウォーターズ、巨大企業が恐れた男について語ってまいりました、はい、よろしかったらチャンネル登録、いいねボタンいただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。